11時過ぎか。法廷まではまだしばらくかかるな。辻少佐、どういうことなんでしょう。こんな夜中に特別列車を出してまで本土へ護送しろなんて、自分には普通の娘にしか見えませんが。さあな、帝都のお偉方の考えてることはわからんよ。今度あの女に会ったら直接聞いてみることにしよう。Oh!